温泉もあって、なんか温泉とパックになってる切符も、フリー切符もあるみたいですけどね。日帰り道具をね、持ってくるのもね。あ、でもタオル付きだったかな。で、2000円だったらそれぐらいで、っていうのもあるらしいです。里芋餅。里芋餅。ワンワンのワンチフルー。すごい。わあ、いっぱいだ。あ、いい香りがしてくるんです。あら、僕の方だったらどれの味もあるんだよ。あ、すごい。あ、いるのか、これは。すごい。全然おでとるし。木ばかりも、ホームっても濃いとし。あ、すごい、はい。すごいね。ちょっと上、見てみようかな。よっしゃ。あ。海桜のウィード。あ、すごいいっぱい。大判焼きとかあります。これか。え、庭の。これか。すごい。手前のやつはあまりにも強い。お、こんな感じで。500円。普通の天然記念物ですね。これか、これと。でかい。すごい、ね。うわぁ。大きい。わかるかな、奥の人と大きさ比べてもらうと。わかりやすいんじゃないかな。すごい。あ、でも。さて、と、やってきましたけどね。ツイッターとかも出して。いやー、すごいな。ギリギリか。ギリギリセーフとかですね。ちょっと、葉っぱも出てきてるんで。あれでしたけど、ああ、もうね、多分来週だったらもう葉桜でしたね。そう。色はね、今わかるかな？かなり、薄い。ですよね。さすがにちょっと、あの、灰色、葉桜っていうのも相まって、ちょっと灰色に見えますもんね。なんか咲き始めの頃はもっとかなりピンクに近い感じらしいですけど。あ、ね、錠剤から選ぶ。あ、なるほどね。状態で撮ってみましょう。よし。職員のまま、よし。よし。これでまた、この動画が、秋口に上がるだろうから、次の春もね、見に来てもらわないといけませんからね。まあ、うちも見に来たし、まあ結構そういうとかします。1500円ってことで多分、免疫的には、まあ、もうおじいちゃんもおじいちゃんですもんね。1500円ね、人間に例えたら、どんなもんなんだろう。人間だったら何代前なんだ ?1500 年前っていつだ ?2000 年の1500年前って500年だろ西暦500年とかだろ西暦520年だから、平城京ができるのもずっと前だもんな。すごいな。そう考えるとめちゃくちゃすごい。へえ。
こんな感じで、周りはドーンと広場になっていて、もう出店とかも、まあ今日あたりまでがね、入れ時ですもんね。ああ、まあ結構、まあ思い思いにのんびり桜を眺めて、ゆっくりしたり、まあ奥にも結構いろいろ別の種類の桜もあるみたいだな。まあちょうど満開のやつもあるもんね。ちなみに認定大正10年認定なんだ。この看板自体は後から作ったやつでしょうけど、さすがに大正11年でこんなピカピカだったらね、あれですから。大正11年の10月12日にしてるってことなので、相当昔からね、優勝ある。だから満開でピッピーなって覚えていない。そして緑、奥に奥で下で桜とか結構いろいろあるんだ。へえ。あ、これだけね、一本で、すごいな。幹の太さがすごいもんな。かなり添え木とかタイプして、あれしてありますもんね。で、こっちの方は、これなんかソメイヨシノかな。ちょっと葉も出始めてるけど、満開ですね。ちょうどいいですね。うんうん。逆にこっちは山桜かな。もう終わってる感じかな、こっちの方の桜は。面白いですね。結構桜の名所っていうと、ソメイヨシノがバーッと終わっとって、一斉に満開にバーッとね、咲いて、バーッと散っていくっていう感じですよ。これは、同じ、向こうと一緒の品種なのかな？こっちの方とかはもう、だから、品種にちょっと違いがあるんでしょうね。なので、こっちの方とかは、そんな、もうだいぶ回転してきてるのがありますし、逆にこれなんか満開じゃん。ちょっと一瞬梅の花かなと思うぐらい、しだれ桜かな。あら、しだれてますもんね、垂れてますもんね。わ、すげえ。あ、きれい。こっちは色合いが、ちょっと奥にもあるんだね。